高田実久1月8日から67歳は日本の外交官国際平和協力本部事務局長や沖縄担当特命全権大使を経て中ニュージーランド特命全権大使2018年10月退官福岡県出身東京教育大学附属駒場高等学校を経て東京大学法学部在学中の1975年に 外務公務員採用上級試験に合格した。1976年東大卒業後、外務省に入省。英語研修を受けた。在台日本大使館講師、アジア太陽州局審議官、経産省通商政策局審議官、2008年7月から、国際平和協力本部事務局長。2010年11月から、ケニア中殺特命全権大使。 2013年1月15日県、中ソマリア特命全権大使及び県中エリトリア、中セシェル、中ブルンジ特命全権大使。2013年8月から、沖縄担当特命全権大使。2015年5月12日から、ニュージーランド中札特命全権大使及び県、クック諸島中札特命全権大使、サモア中札特命全権大使。 2016年6月21日、県ニウエ中殺特命全権大使。2018年10月退官。2018年10月外務省参与。2019年2月電気事業連合会顧問。2019年6月、王子ホールディングス社会取締役。ソマリアのアブディウェイリ・モハメド・アリ首相と、モガリ首にて支援物資の引き渡し式典に臨む高田。 支援物資の引き渡し式典にてテープカットの準備をする高田、ありがとうございます。